おまけのドルフィンウェーブ、おまウェーブ、はい、おまけでは、うん、またいじっていいって言われたんで、キャラを見るんですか。俺ホーム画面のキャラクター切り替えて掛け合いみたいなと思ったんですけれども、2人選べるみたいですね、メインとサブで、うん、組み合わせとかであんのかな、なんかどうなんだろうね、別チームとかだもんな。うわでっか、びっくりしちゃうこれ並ぶとびっくりしちゃうなこれ、うん、いいなこれ。俺っちさ、はいはい、本編ではさ、はい、うまく逃げたけど、逃げた。結局どの子が好きなのよ。キャラクターとして、うん、僕は墨のエシオンちゃんが一番怖いんです。墨のエシオンちゃん、俺らもあの初めて見るからちょっと探さないとですね、13ページ、13ページ、あ、これか、はい、あ、こういう感じなんだ。俺っちはこういう感じだったっけ。なんかちょっとあれですね、しっかりした感じの子がいいんですよ。あ、そうなん、ちょっと墨の絵しおんちゃん、これさ、でもさ、うん、この子のこのプロフィールいただいてる資料のやつさ、うん、気になるのがさ、うん、見て髪違うの。そうなんですよ、僕もそれ思いました。あれ、つまりどっちかがズラなんじゃないか。あれ、あれ本当だ、変装してるのかなちょっと探して、しおんちゃん、そこそこね、ね、ラーズの、なんもないなら話しかけない、ヌルイですのや正体を隠して働いてる、趣味、あ、やっぱりそうなんだ、うん、じゃあこれが今専属モデルシオンの状態で、普段はこっちの黒髪の子なのかな。どの髪型だ、帽子、これか、これだ、そうだね、あ、これが本物、本物つか、あ、シオンの髪型プライベートって書いてある。あ、プライベート、普段はじゃあこうなんだ、普段はじゃあウィッグなんだこれ。普段というか表に出るときはウィッグなんだね。そうなの、ちょっとなんか複雑な子だね。ストーリーというかさ、キャラクターの導入は一切知らないから、うん、そこら辺見るとあるんだよね、なんか事情が。俺っちはどっちなの、あのプライベートのシオンと表向きのシオン、どっちが好きなの。いやー、まあタイプ的に言えばこっち側ですね、表側っすね。髪型だけで言えばですけど、うん、あー嫌われる、なんでやねん落とし込もうで、ね、そういう時は嘘でもプライベートが好きって女の子によるか、一番綺麗な値を見てほしいのよっていうのがあるから。あ、確かに。どんな格好がいい、ちなみに着替え。なんか、こういう子って、僕の中のイメージですけど、うん、割と露出控えめな人が多いと思うんですよ。露出控えめね。はい、ことが多いと思うんで、うん、露出があるタイプを見てみたいな。なんだよ、正直だな。正直だな、おめえはよ。そこは正直に。そこは正直なんだよな。おお、なんだこれ。それはね、なんかそれをがベースのキャラクターがいるのよ。ビーナっていうのがいるから。あ、いましたね。異世界から来たのか、ビーナーさんは。でもその格好でデフォルトでいるよ。なんかこれもなんかどっかのモデルみたいな子じゃなかったっけ、ビーナーって。このビーナーとセレナが同じ格好だからね。セレナがなんかデザイナーみたいなの書いてあるんですよ。あ、本当だ、服飾デザインって書いてある。同じチームってことなんですか。同じチーム。何してんのお前いや俺っちがどんな好みかなと思って迷宮に入ってた。ちょっとそれ出しすぎだな、出しすぎ。これ梶田君、それ出しすぎだ。梶田君梶田君、それ出しすぎだ。あ、いいな、このいいな、これ年齢に合わない言葉。ちょっと若い待って、これちょっと子供っぽくない。うわ、これはすごいぞ、これパンチ効きまくってんな。これはあの自分を分かってなくファッションを決めてきた子だねでもこれあれだな、これ多分あれだけど、さっき俺が選んだかなちゃんの私服だと思う、これ。だからそういうことよ、これ小学生の服ですね、うん、だから自分がもうどういう状態か分かってない子だよ完全なる子供服を着てますね。いいな、似合ってる全部かなじゃん。いや、恥ずかしめてギャップあっていいな、恥ずかしめてギャップあっていいよこれ。うん、髪型はなのかこれどうかなこれ、どうかなって言ってるけど何か疑問を抱いていらっしゃる、うん、後でちゃんと戻してよね、うん、かわいい、どれつけてもかわいいヘアスタイルね、うん、でも俺っちはこの髪型が好きだって言ってたから、これまんまにして、うん、カジタよ、カジタ向けな感じにしちゃう。かっこいい、
えずさっきも使ってたよね、猫耳で。とりあえずつけとけば可愛くなる必要なアクセサリーだと思うんだよな。つなぎとかどうですか。つなぎ？あのはだけてる方で。もしかして着せか。まあ絶対似合うだろう。ああいい、うん。リュックいらん。ナップサックがいらん。リュックださ。似合ってる。似合ってんな。なんか俺もちょっと中二病っぽいの作ろう。まあいいセンスしてるんじゃない。さっきそういうキャラクターいたもんね。いたいた。黒瀬が。私のイメージと違いすぎると思うけど。スクミズが名前ちゃんと変わるのがすごい稽古前よね。ああスクミズすごい変わるんだ。入ってましたね。墨の絵になってる。これあ本当だ。ああ本当だすごい。おレザーあるやん。なんたるハレンチだ。一応なんか恥ずかしい格好させるとハレンチなって言われちゃうよ。この子多分根は真面目だと思うんですよ。なんか二重人格っぽくないですか。中二なの多分。素がたまに出ちゃうだけだと思うよ。あーなるほどね、うん、作ってる部分と素の部分でしょ。明らかに中二だから。なんこれはなんたるハレンチだ。一回通るんだねそれ、うん、どういう格好が中二難しいな。この衣装動きやすい。まあもしかして着せ替えて遊んでる。夢中になっちゃうな、着せ替えに。確かに着せ替えに夢中だよ。あライダースもいいよね。確かに皮がかわいそう。皮がかわいそう。何皮がかわいそう。何の話してんの。群れ男の皮がかわいそう。引き伸ばされて、うん、だいぶ負担かかってますね。これこれシューズって別で用意されてるんですか。セットなんですかそれ。シューズは下半身とセットだろうね。あーなるほどね。この上着と合わせたやつってなんだ。どうした。あれ中二はシグラなんだけど、あの眼帯逆につけたいんだけど両方見えてない。何も見えてない。何も見えてなくなっちゃったちょっとそういうことじゃなかったんだけど。おしゃれで我慢しすぎたやつ。いやでもいいな、長村さん意外とこういうセンス持ってるんです、ね、中二。これさ配置替え中二の女の子。あでも眼帯左って書いてあるから右があんのかな。あるんじゃないですかねえ。今度追加しますみたいなやつかな。大人っぺー。はあこんなたくさんおっぺやったら選べねえぞ、オラこれ。ほら頭おかしくなっちまうぞ。なるよね、うん、これどうするかな。一緒に走るのもう今んとこ推しすでにかなちゃんに決まりそうだけど。もう決まったの、うん、で触れ合いコーナーがねえ魅力的すぎたから。あそうださっき作ったわ俺っち好みのこの子で。なら話しかけないで。あの謎空間行ってみよう。なあ撮影部が、うん、俺も行こう。ジオラマも選べんだもんな俺。どこにしようかな。あ解放されてない。あれ配置何人も増やせんのこれ。そうよ4人。マジか。変態を組めるみたいな、あのほらチーム糸チーム4人だったじゃん。本当右下に編成って書いてあります。編成組めるんだ、すげえ。すぐ入れるやん。それは入れるさね。あ、来た。はい、来た。おかしいだろ。4人 V 並び、4人横並び。まだ増やせる。誰にしようかな。この辺の子まだ見てないか。星水さん入れとこ。フォローのつもりなの、ね、違うよ。ポーズもいろいろあるんだ。かわいい。熱そうだけど。どうこれで。かわいいですね。中二感出た。うん本当にそう。赤黒の配色はいいっす。あ、これ髪色も変えたんですね。髪、そう変えた。
よし、仕事終わった。夢中で遊んじゃった。皆さんもね、ドルフィンウェーブぜひ楽しみにしていてください。